だからプロは騙してるんじゃないですか。何を騙してるんですか。だから NHK ブスタミの活動してるじゃないですか。僕20年ぐらいかかるって言ってますよ。ガーシーがほんまに帰ってきて NHK を潰すことに有効だとはちょっと思いなんですけど。それはあなたの意見ですね。 NHK を動かすということは関係ないことをやってるというのを見て関係ないんだという気持ちを持っている。その気持ちに対して何か保証はあるんですか、どうぞ。はい、それはあなたがバカだからです。あなたのようなバカな人が裏切られたと思うのは自由です。ただじゃあ許可をいただいたということで今から録音しながらね、あなたとのこれ約束で YouTube 上げてますのでね。あ、すいません、あの本番大丈夫ですか、この時間。大丈夫です。あ、大丈夫ですよ。はい、どうぞ。あなたが、はい、じゃあ参政党のことをね、僕が今動いてますよね。あの NHK 党のことです。だから私が、はい、参政党のことをね、はい、その詐欺師集団だと言ってることについて、はい、そこ何か問題ありますか。え、ないですね。あの NHK 党の問題のことですね。 NHK 党のどのような問題なんですか。あの NHK 党がまだ未だに NHK を潰してない、うん、それは未だにぶっ潰してないだけで、ぶっ潰すための活動をちゃんとしてますよね。だけどあの数年前から言ってますよね。うん、数年前からやってるじゃないですか。うん、けど潰してないですよね。それはあなたは今の結果を見てるだけでしょ。中身はだけどちゃんと活動してませんか。わからない、まあ私から見たらなんか他のわけのわからない活動もしてるんで。うん、だってそれはしないと、いや、あのはっきり言ったら NHK を潰せると思ってないんで。潰せると思ってますよ。いや、だから他の活動してると思ってるんですよ。別にあなたがそう思うのは自由ですけど。いやいや、だからプロは騙してるんじゃないですかね。何を騙してるんですか。あの NHK をぶっ潰すと言ってあの票を得たわけですね。だから NHK をぶっ潰すための活動してるじゃないですか。僕20年ぐらいかかるって言ってますよ、最初から。早くて10年、遅くてまあ20年ぐらいかかると思いますって言ってますよ。4年前から。4年前から2019年の時に当選した時にね、はい、自民党のような大きな政党がね、まあもちろんそれは民主党でもいいんですが、はい、この NHK の問題をやってくれるなら早く解決するでしょうけども、はい、そういった政党が協力してくれない場合は20年、はい、早くても10年ぐらいかかると思いますよ。え、それでしたらあのもっと NHK に集中したらいいんじゃないですか。なんか NHK に集中しているじゃないですか。もう種はまいてますよ。 NHK やってるんですか。やってます。NHK が今、じゃあ、刑事事件の被疑者になってるってご存知ですか？あの、いろいろ動画見てるんで、そのやってるのはあるんですよ。なんか、うん、他の、わけのわからんこと、いろいろ。わけのわからんこととあなたがおっしゃるので、うん。それは参政党のことも含まれてるんでしょ？いや、それわからないですから、ガーシーとか、その、いろいろ今、問題になってるでしょ？ガーシーはだから3月に帰ってくる、ちょっと、あの、それ結局あの力が分散されるわけじゃないですか。その NHK 党が NHK をぶっ壊すっていうことから結局力が分散されるわけでしょ。そのガーシーがそのちょっとあのそこに結局党として立花さんもあの集中しないとダメじゃないですか。そのガーシーあのちょっとごめんなさい、あの、はい、喋ったらどうぞってお互い言い合いませんか。あ、はい、かぶっちゃうんで、はい、いいです、はい、あ、どうぞ。はい、ガーシーについては NHK 党の国会議員です。はい、で、3月に、はい、あ、ちょっとまだ、相槌いいので、どうぞで言いましょう。はい。はい。3月に NHK の、はい、予算審議の時に、日本に戻ってきてですね、はい、NHK の会長に向けて、お前ら犯罪者やないかと。はい。こういうことを言うように今調整しております。はい、だから、どうぞ。そういうことを、結局、立花さんがそうやってガーシーみたいな人を、持ち上げて、ね、そうやって、結局、そういうことになって、NHK をぶっ潰すっていう目標から今、そがれてるわけでしょ、力が。違います。事実ですね。いや、それはちょっと確認させてもらう。その、ガーシーが帰ってきて、その3月に、ガーシーのことに、立花さんは、力を注がなくてはダメですよね。それ事実ですよね。それ、イエスかノーか。で、答えてくださいね。もしもし？あれ？だから、どうぞって言わないと変わらないって約束したでしょ？だから最後にあなたがどうぞって言わないと終わらないって約束したとこでしょ。どうぞ、どうぞ。はい。ガーシーは、はい、
NHK 党の候補者として公認候補として当選しております。で、はい、彼を使って NHK をぶっ壊すために3月30日をめどにね帰国するように現在調整しております。これはガーシー NHK をぶっ壊すための活動の大きな一つですので、何か行動がぶれてるわけではございません。どうぞ。ガーシーさんが NHK をぶっ壊すために何かやりますか。それを裁判で何か追及するわけですか。その帰ってきてそれ違いますよね。ガーシーさんはなんか違う、なんか名誉毀損が何かで訴えられてましたね。その NHK をぶっ壊すと関係ないじゃないですか。それ逃げてるんじゃないですか。今の答え立花さん、どうぞ。すいません、逃げていません。だからガーシーが帰ってきて国会で NHK の会長に対して NHK の犯罪を暴露するように今それで調整をしております。どうぞ。今調整しただけですか。前から調整してなかったんですね。今調整しただけですよね。だってガーシーと芸能人とかその他の有名人のことをいろいろ暴露してそれで訴えられたわけですね。 NHK を訴えるとか関係ないですね。それで日本に帰ってくるわけじゃないですか。だから関係ないですね。NHK をぶっ壊すとは。どう関係あるんですか。それは裁判で今、ガーシーが追及すると、今、立花さんがそう言っただけですね。前からそうだったわけじゃないですね。今そう言っただけですね。どうぞ。違いますよ。どうぞ。いや、だからどう違うんですか。詳しくお願いします。どうぞ。はい。ガーシーは芸能界のテレビの裏側を暴露して、はいはい、芸能界と政治家、そして、はい、財政界の暴露をしている。NHK もその一環だから、ガーシーをスカウトした。NHK をぶっ壊すためにガーシーが必要と判断して、NHK 党から立候補してもらった。どうぞ。それは分かってますよ。だからそれと関係ないんじゃないですか。今回ガーシーが取り戻されて、日本の裁判で、どういう結果になるか分からないんですけど、その NHK を追及するというのとは違うと思うんですけども、どうぞ。それは分かりますって言いながら違うというと、あなたの質問というか答えが矛盾していますけども、はい、どうぞ。どうしてそうなるのか、ちょっとどうぞ。はい。結局、ガーシーを使って、言い訳してるだけじゃないですか。その演じきを追求するという、今の立花さんの答え方すると。だってガーシーってそんな NHK とか、あんまり言ってなかったですよね。その芸能人の暴露だけしていて。そうやって、国内に戻されるっていうことになった時になって初めてその NHK を追及するとか、それ言い訳ちゃいますか。どうぞ。もう全く違います。ガーシーを容認する公認する時の私の理由っていうのを全然ご存じないということでいいですね。どうぞ。いや、NHK と公認するその NHK をぶつぶつってる、それに同意した候補者だけっていうのは分かってますよ。私もだけど、それと今回のそのガーシーが戻ってきて裁判をするっていうのは、また別だと思いますけどね。どうぞ。だから、ガーシーを公認した理由っていうのをもう一度ちょっと言いますね。はい。テレビ局と芸能界とお金持ちが裏でつながっているので、その芸能界や政治家、お金持ちの暴露話をすることによって、NHK をぶっ壊すスピードを上げるためにガーシーを公認したんですよ。どうぞ。ちょっとわからないですね。それはなんか直接そこにつながると思わないんですけどね。うん、ですから NHK を潰すというんであれば、はい、もっと、それは、違う方法があると思うんですけど、どうぞ。じゃあ違う方法があると思うんだったら違う方法を教えていただけますか。どうぞ。ガーシーが戻ってきて裁判やるとなって、結局、その NHK の策略にはまるというか、その訴えた側の誰か分からないんですけど、なんかまんまとはめられてるような気がするんですけど、どうぞ。私が聞いているのは、ガーシーを使う以外の方法で、あなたがやることがあるとおっしゃったので、その他のね、方法を教えてください。どうぞ。その NHK をぶっ潰すという方法で、ガーシーを使う他の方法ですか？どうぞ。はい、その通りです。どうぞ。いくらでもあると思うんですけど、そのガーシーを使ってやるというのは、結局その帰ってくることが決まってそれをこじつけにしてるんじゃないですか。その NHK を潰すというのは。どうぞ。いくらでもあるとおっしゃっているので一つ二つ教えてください。どうぞ。すいません、ちょっと聞こえなかった。もう一度すいません。どうぞ。
いくらでも方法はあるとおっしゃったので、一つ、二つでもいいので、はい、そのいくらでもある方法の一つ、二つを教えてください。どうぞ。NHK を潰す方法ですか？どうぞ。何度同じ質問をさせるんですか？あなたがガーシー以外で NHK を潰す方法があるとおっしゃっているので、はい、その具体的な方法を教えてください。どうぞ。ガーシーが NHK に直接、NHK を直接批判したらいいんじゃないですか？どうぞ。ん？ガーシー以外の方法でとおっしゃいませんでしたか？どうぞ。ガーシー以外の方法で。じゃあ質問をちょっと変えますね。はい。ガーシーが何をすれば NHK が潰れるんですか？どうぞ。ガーシーが何をすれば NHK が潰れる。じゃあさらに追加しますが、ガーシー以外でもいいんですが、NHK を潰す具体的な方法があったら何でもいいので教えてください。どうぞ。だから直接その NHK を攻撃する方法というのは何ですか？どうぞ。NHK を攻撃したら NHK が潰れるんだったら、その攻撃方法を具体的に教えてください。どうぞ。もういいですか？時間もったいないので、ないんだったらないとおっしゃってください。ガーシーがほんまに帰ってきて、NHK を潰すことに有効だとはちょっと思いなんですけど。それはあなたの意見ですね、どうぞ。それはあなたの意見だと思いますので、参政党に対してのこともお話をお伺いしていいですか？どうぞ。参政党ですか？どうぞ。はい、参政党です。どうぞ。はい、聞いてください。はい。参政党は、選挙で票をもらう以外に、支援者から寄付や党費を集めています。これをご存知ですか？どうぞ。寄付や何ですか？党費。いわゆるお金ですね。はい、はいはいはい。ご存知ですか？どうぞ、はい。寄付、ちょっと寄付は知らないですけど、まあ党費。まあその、何か集めてる、その、クラウドファンディングかなんかで集めてるというのは聞いてます。はい。どうぞ。その方々が中にですね、はい、やはり参政党の考え方はちょっと私は勘違い、まあ、党員の人が勘違いしていたので、お金を返してほしいっていう人がたくさんいらっしゃることはご存知ですか？どうぞ。あ、YouTube で聞いて、それは知ってます。はい、どうぞ。その方々は被害者であるとは思われないですか？どうぞ。それはちょっと、結局賛成して寄付とかはしたわけですね。まあ、よくわからないんですけど、寄付かなんか、クラウドファインディングみたいなのをしたわけですね。それだとしたらもう、その時点で賛成したわけなんで、それはもう納得してるんじゃないですか。解説というのは違うと思うんですよね。特定商取引法という法律があって、あるいは消費者契約法という法律があって、はい、インターネットで契約した場合には、誤解があった場合には返金してもらえるという法律があるのはご存知ですか？どうぞ。まあ、そういうのはあるでしょうね。はい。どうぞ。ということは、参政党が、党員の意見をボトムアップ積み上げて、規約などを作っていく、法律、はい、政治に参加できると謳っていながら、実質上はトップダウン、つまり、神谷総平さんのような人がですね、一方的に党の運営を決めれるっていうことに気づいて、であれば、契約を解除したいという気持ちがある人、まあそういう気持ちをお持ちの方がいらっしゃると。いうことについては、あなたはどう思われますか？どうぞ。いや、それやめたらいいんじゃないですか。納得してないんだったら。あ、どうぞ。うん。だから、納得できないからやめるだけじゃなくて、お金を返してくださいって言ってる人たちの気持ちを聞いてるんです。どうぞ。いや、それは、ちょっと違うんじゃないですかね。その、お金出す時点で納得してるんだったら別にそれはいいんじゃないですか。どうぞ。先ほどから申し上げてる通り、消費者と、事業者の、まあ、その、知識や交渉力の差があって、これは裁判をすれば返金してもらえることはほぼ間違いないんですが、それでもあなたは返金してくれっていう人が悪いと。それは返金できないとお考えなんですか？どうぞ。いや、別に金の問題はちょっとわからないですけど、その、政治的なことに同意して、お金を出したわけですね。
それが変わったということですかね、その出した側。その出した側は、その参政党のが、の理念が変わったから、納得いかないから返してくるということですか。ちょっとそれがわからないですけど。どうぞ。その通りです、どうぞ。もうそれで、どういうことですか。だからその金返せというのを、NHK 党さんが参政党さんに、どう追及してるわけですか。どうぞ。はい。まあ、統一教会もそうですけども、当然、その、お金、払ったお金に対して、いやいや、ちょっと待って、どうぞで話しませんか、いいですか。いや、じゃあ、話戻しますけど、ただ、私が言ってるのは、NHK と、立花さんのこと、はっきり言いますけど、立花さんのこと、応援してますけど、その NHK をぶつぶすっていうのと関係ないことをやってると思ってるんで、それとどう関係あるんですか、その、それを聞きたいんですよ。どうぞ。はい。国会議員や国政政党というのは、NHK の問題だけをやっていればいいというものではございません。したがって、国民に被害が出た場合には、その被害者からの申し出があれば、そのような仕事をするというのは当然のことだと思っております。どうぞ。NHK 党に投票した人は、NHK をぶっ潰すっていう立花さんの言葉を信じて投票したと思います。それを裏切ったと思った人の気持ちはどうなるんですか。先ほど立花さんが言ったのは、参政党に、そうやって寄付した人は裏切られたから金を返せ。立花さんが NHK をぶっ壊すと言って、それを信じて投票した人は、立花さんがそうやって NHK をぶっ壊すというのと関係ないことをやってるというのを見て、裏切られたという気持ちを持っている。その気持ちに対して何か保証はあるんですか。どうぞ。はい、それはあなたがバカだからです。ちゃんと私は NHK のをぶっ潰すための活動、行動をしております。それの途中経過で、まだぶっ壊れてないということで、私が嘘をついたとか、何もしてないというのであれば、それはどうぞ、裁判なり何なり訴えてください。どうぞ。そうではなくて、だから先ほどの立花さんが言った参政党に裏切られたという気持ちを持ってる人と、立花さんに裏切られたという気持ちを持ってる人、同じじゃないですか。どうぞ。はい。ですから我々はお金を集めていませんので、特にお金を返すこともできません。一方で参政党はお金を集めておられるので、少なくともそのお金を返すべきだということで動いております。どうぞ。田島さんは何かの動画で、一票入ったら、いくらか入るって言ってましたね。その、何ですかね、200円、250円ですかね。ちょっと忘れましたけど、どうぞ。ですから、それはあなたからもらったお金ではなく、国からもらっています。参政党も同じようにもらっているので、政党助成金については、国民の皆さんから直接もらっておりません。一方で参政党は、政党助成金のみならず、国民から、党費や寄付をもらっているので、少なくともそれは法律上返金してもらえるものだと考えております。どうぞ。どうですか？どうぞ。それは国です。税金ですよ。どうぞ。はい。税金ですよね。支援者が払ってるわけですね。あ、それは違います。国が払ってるんです。支援者じゃありません。どうぞ。税金ということは国民が払ってるわけですね。どうぞ。違います。税金というのは、税金で一旦納められたら、国民ではなく、国が NHK 等に払っていますので、これを例えばあなたに返金すると、これは事後買収といって犯罪になりますので、そんなものはできません。どうぞ。国民が NHK をぶっ壊すといった立花さんの言葉を信じて投票しました。それに対して立花さんは全く別の活動をしている、裏切られたという気持ちは当然あると思いますけども、それに対してどう思いますか。どうぞ。何度も言いますが、繰り返しになるのでこれはもう最後にしますが、あなたのようなバカな人が裏切られたと思うのは自由です。ただあなたからお金をもらっていませんので返金できません。国会議員というのは、まあ、国政政党というのはNHK 問題だけやってればいいわけではありませんので、国民から依頼を受けた仕事はさせていただきます。どうぞ。いいですね、もうね。はい、ありがとうございました。はい、失礼します。もういいですね。もう十分答えましたよね。谷川さん、応援しますので、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。失礼します。はい、はい。パチプロ政治家 YouTuber、N 国代表、俺が立花、口の利き方を気をつけな。俺は持ってるぶっ壊す力。未来永劫不老不死、天上天下唯我独尊、売られた喧嘩は買いますぜ。ぶっ
壊してみな弱小政党グリーンラジオカーセックス、これはアウトなデラックス、反社に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル、ないのないの、お客にさ多分ないんだ、お客さんの方もっと1810よ、お客なもうこりぼりよ、一人で始めた放送局 NHK まるで暴走族だから、俺が全てを暴く NHK をテックアップ。